こんにちは。日本学術書道会の田村貴壇です。今日も単行者の前後100課から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いていきます。今日の言葉は早雲珠山をめぐるです。めでたい雲が珠山を取り巻いている。早雲はまた随雲とか慶雲とも言います。五色に彩られた随鳥を表し、珠山は周南山のことで長寿のシンボルです。この上なくめでたい光景を表します。では今から早雲珠山をめぐるを書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。